思って写真撮った。シュータンに着きましたよ。これで親子声みたいな、これ配送ですよ、戻ったりしてんだよ、こっから別に。そうだね、うん、贅沢すぎるでしょ、それは。うん、もう全部これから6時間後にまた帰りの、うん、これ飲んだわ、うん、ネモフィラ号、はい、うん、帰りもネモフィラ号にそれにあった、うん、あった帰りが楽だから特急やっぱ座って飲んでるじゃん。ツーラと砦とかツーラとかすごい速攻出したけど、レンコンのあれだね、有名だったんだね、栽培がすごかった。レンコンの会社とか、レンコンの沼がすごい、すげえった。ひたすなかすった、ほら。よく落としたな。よし。おー、わけわかんない奴がいる。向こうな、向こうなって書いてあります。しまいじゃん。はい。見ろ、あそこもラーメン屋。ちょっとおしゃれな、ハヤテって見えるラーメンも、ね、そこも手打ちラーメン大師、手打ちだからすごいラーメン現代向かいが、向かいもラーメン、ラーメン屋ばっかじゃん。少し前の話だけどさ、うん、日本で最初にラーメン食ったの誰か知ってる？水戸黄門。そう言われたんです、そう言われたんです。あ、だけどまあ違うと、室町期に中華由来の麺を食ってる人がいて、うん、それはガセでしたってなったんだけど、とにかく水戸とか茨城ってそれでね、結構ラーメンに活気づいたみたいなのあるんだよね。あ、だから侮れないんですよ、だから多いんだ。水戸のあれすごかったでしょ、食べログとか見ても水戸市でやっぱり上位3店舗 3.6 以上だったでしょ。そうだね、地方にしてはやっぱすごいですね。でこれから行くお店は無邪気2号店2代目無邪気。無邪気ってやっぱ県内では多分一番来てるあれなんだよ、茨城県では代表する。はじめ京商店なんだけど、なんだっけ、ここ10年くらいでやっぱりちょいちょいいろいろ広げてって県内だなってね、展開してるって。それで見た感じでもう何でも幅広くやってんね、混ぜそばとかもさ今流行りのところは。一番プッシュしてるのは何ラーメンですか？スロー。普通のやつ。そっか、券売機の左上の法則行けばいいか。分けて食った方がいいな。なんかいろいろ食ってみる。そうですね。でも券売機の左上とか行ってるでしょ。今あれタッチパネルなんだよね。びっくりした、無邪気。あ、そうか、左上もないか。多分ジャンルがカテゴリーがまず3つか4つ分かれてそこで選んでいく感じで。なるほど。券売機にそれおしゃれなやつタッチパネル式なやつでしょ、すごい強烈。あ、それとね、しばらく更新してなかったじゃないですか。その間に結構見てくれてる人もいるし、チャンネル登録してくれてもいる人もいるんで、あのこの場ばかりでありがとうございます、御礼申し上げます。全然田舎、あんま田舎感がないね、結構住宅街だな、ここね。なんか無事500人と達成しましたね。よくわかんないけど、すごいね、ありがとうございますで、そんな中、花花さんという方、結構最近コメントをバンバン上げてくれて、ひよさんにすごい熱烈なコメントしてますよ。担々麺杉山、すごい、ずいぶん前の回だね、うん、公園で楽しんでる姿、ひげさん、最高です。すごい。すごい。楽しかったですよ、ね。川村とかまだ生きてたから。そう、あと、メダカタンタンの回だと、混ぜるの遅すぎて、腐って。あれ、なんでだろう。それとね、もつに勝るの回。おお、懐かしい。もうないけどね。その時、コメントが、さっぱりした髪型のひよさんも最高です。ちょっと危ないかあれ女性ですかね、女性ですかね。あとね、最近だと吉川、おお、どっち、何店、西大店、どっち、川越の、ひよさんのレビューはおものですね、
ただ本編より、うんうん、ジェイソンで買った商品のレビューや、あー結構最初期の吉川じゃん、ジェイソンが出てきてるのが、和菓子のところが面白かったですって感じですね、はい、グーラーね、それ2だね。おまけの方が面白いよ、はい、これからも花々さんよろしくお願いいたします。